はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちらゼルダの伝説ブレスオブザワイルドやっていきたいと思います。まだね、この動画シリーズ見たことないよという方はですね、再生リストからぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、今回は前回の続きから行っていきたいと思います。で、前回ね、何やってたのかと言いますと、まあメインストーリー後にこう追加されたあの DLC 追加コンテンツをやっていきました。で、その中でもメインチャレンジ英傑たちの歌ということで、なんか一撃の剣っていうのを持ってて、一撃で敵を倒せるんだけど、一撃食らったらね、やられてしまうっていうね、まあそういう状態で、あの魔物の拠点を討伐して、さらに祠をクリアする。うん、していこうっていう、そういう状態です。で、前回ね、この祠をクリアして、残りの3箇所をね、なんとか今回クリアできるように、まあ頑張っていこうというものでーす。はい、ではね、やっていくんですが、前回ね、ちょっと学んだんだよね。あの、まっすぐ行っちゃダメ。まっすぐ行ったら負けるから、はい。あの、遠くから弓矢を使ったりとか、まあなんか、うまい具合に戦わないと勝てないよというね。まあそんな感じで、を、あの、痛感しました。で、一回ワープして、次の祠に飛んで向かってみたいと思います。次はどんな敵がいるのかなっていうのがね、楽しみです。はい。ということで、始まりの塔に到着しました。ここから飛んでいきましょうか。地図上で見ると、こっちの方か。こっちの方に飛んでいけば敵がいるっぽい。レッツゴー!シュー。あそこかな?あの、煙のところな気がする。敵が結構いるな。こいつは、待った。普通の弓でいいな。あぶね。バレたか。くそ。危ない!危ない!よし。やべ!弓矢がなくなった。危ない!やばい!危ない!逃げろー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 !やばい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 !一回逃げようぜ。装備をちゃんとして、で、この絵の弓矢にしようか。バカ!危ない危ない危ない。早い!オッケー!一撃!危ない!あー!危ない危ない危ない。こっから降りてしまうと、この、なんていうのかな。このチャレンジが終わっちゃうから、一回戻りましょう。はい。ということで、また戻ってきました。ただ、今ので、どんな感じで戦うのかっていうのが分かったから、弓矢と、で、あっちですよね。ガーッと飛んでいって、で、弓矢でがっつり敵を倒そう。それがいい気がする。で、結構こいつ嫌だったやつだな。やば。よし。一回。で、こちら側から回っていきましょう。まだ上の方に今敵いるから、あいつ、強いやつは、まあ、浮い具合にこう、うまくやりながら倒しつつとして。これも。あれダメか。弓矢を変えましょうか。炎にして、ドン。よし。オッケーオッケー。上の敵は倒せたぞと。あ、トゲでやられちゃったー。そんなパターンありか。いや、忘れてた。久々にやったから。トゲ食らうのか。いや、まあでも、今のは練習だと思ったら、皆さんも、で、今分かったのが、あの、上にさ、石やったじゃないですか。あれを爆弾で落として敵を倒すっていうのが、多分、
いい戦い方だと思うんだよね。だから装備をまずチェックしましょう。で、炎にしといて、OK。いくぜー！ほい！これどこまで敵倒してある風になってんだろう。ただ、こいつはうざいから、あいつは倒せるだろう、あのままで。倒しきれてない。普通の弓矢にしようかな。あー、普通の弓矢もう切れてるからもったいないけど、よしで、後ろから行こう。そう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 、でさっきのトゲトゲには当たらないように燃やす。え、しくった。いや、いけるいける。で、あの岩も落としましょう。ダメか、うまく食らってないな。やべ、バレた。よし、一回逃げるぞ。よし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 、オッケー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 。こっそり行こう、こっそりこっそり。で、あいつらは一撃で倒したい。だからここで、あ、どっかで上昇気流作りたいな。上昇気流が作れない。ちょ、もったいないけど、上昇気流を作って、よし、これで一撃で倒して、こいつも危ない。よし、何体か倒したぞ。よし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 、あと一体いるけど、あいつは確か、この、古代兵装の弓矢を当てれば、割と食らうんじゃなかったっけ？目ん玉に。違うかな？やば。ただ、あいつはまだ厄介だから、氷で外した。あ、一発か。で、これで倒、おー！あ、よかったよかった。今のでいいんだ。やったぜー！楽しい、やっぱり、ブレスオブザワイルド。2出ないかな。すげえ面白いわ、やっぱり。どこに出た？あー、懐かしい。あれ、あの、コロンコロって、あ、懐かしい、そうだそうだ、祠があると反応するんだね、あれ確か。蜂にやられた。これどっから出てるよね、さすがにね、祠ね。え、これもう一回ってことだったら地獄なんだけど。あ、よかった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 、祠は出てますと。逃げろー、いけーい。ロヒッタチグの祠ということで、いきましょう。スキップ。どんな祠だろう、楽しみだな。はい、止めるが安全の策、ロヒッタチグの祠。止めるってことはピタロックってことかな。ビタロックだね。俺ずっとピタロックって言ってたんだよな。おー、
まずこれで道を作ればいいか。あー、こういう感じか。一番奥の、くそ、それかこれで、いや違うな、マグネ届かないか。どうしよう、これを止めようか。あぶねえ。で、おお、これあんまり意味ないな、こっちだな必要なのは。よしよしよし、よし、これでこれを止めて、あー、こんな細いところでも食らうんか。いや、ちょっと今のはあのボタンミスりましてね、ごめんなさい。次行こう、次。よし、じゃあ行きましょうか。はい、気を取り直してもう一回。ちょっとやっぱりさ、こう下手くそになってますよね、久々で。相当ね、ぴょんぴょんで一応止めといて、よし、でもう一回一応止めて、止めて、この間にマグキャッチで、はい、あぶれ、よーし、ここはクリアしたぞ。で次が、これは止めればいいのか。一回止めてみましょうか。いきなりまたギュルルルーンって回ったりしないですよね。ないね。はい、一応止められると。でもここそんなに、あ、この次止めた方がいいね。よし、危ない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 、よし。おー、ここは？まだ使えませんね。ここ。一個。あー、危ねえ。危ない危ない危ない。よし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 。超えたー！今危なかった。そして鉄球だ。むずいなぁ。どこを止めるかだよね。これで、うわっ、今のはちょっとびっくりしたわ。いきなりキュッてくる、いきなりキュッて。じゃあ今のところまでね、ちょっと頑張ってもう一回いきます。はい、ということで同じところまで来ました。少し時間はかかりましたが、どこを止めようかなんだよな。真ん中止めるか、次。いけたー、いけてる。次は、
あそこ塗ればいいのかな。よっこら、ちょっと。え？ハリー！ハリー！お！お！おお！の、乗らなきゃいけないのか。よし。おおおおお。おおおお。おえ？あ。おお、いけた！いけた！やったー！やったー！よくわかんなかったけどクリアできた。あれ、壊してもよかったのかな？壊せないか。やった。克服の証ゲット。これで我が役目は終わるということで、二つ目のね、ゲットしました。じゃあもう一つね、ホコラクリアしましょうか今回ね。お、あれ、普通になんか今ホコラから出てきたらさ、どんよりとカッシーワさんいるよ。旅の方って。おお、また会いましたね。おや、顔色が悪いようですが、まるで今のこの大地のようにどんよりと。いえ、失礼いたしました。旅をしているといろいろありますよね。私がここを訪れたのは、この大地にも勇者の歌を歌った古の歌がある。ここでお会いしたのも何かの縁。せっかくですから少し聞かせてもらおうか。一応、あれ、もうこれ全部終わったんじゃなかったっけ。火山を廃し炎、砂塵に光りし風地、空をめぐり風、めぐりし風、天に昇りし水、かの四神獣とは異なる異様が、今もいずこかで勇者を待たん、馬よ驚け、地をかける響き、野生の息吹浴びて進まん。全然わかんない。師匠の資料を調べていたのですが、今の歌はそこに記されていたものなのです。歌詞にある馬を驚かせる響きとは、どんどんガラガラ、それともブロロロロとか。やはり歌の作られた場所を訪ねると発想が広がりますね。資料には他にも興味深い歌がたくさんありました。私これから他の地も巡ってみるつもりです、ということで、カッシーワさんの歌がありますね。もしかしたらこれか、こういうのであるのかな、またカッシーワさんのやつね。もしかしたらあるのかもしれないですね。まあ、今のとはまた別のあれなのかもしれないですけど。じゃあ次のところへ向かいましょう。ここはこの時を止まれのところから飛んでいきましょうか。よし、山上に来ました。でこっから向かうんですけど、向かう前に装備を一応確認して、この辺の意味でいいかな。じゃあ行きましょう。レッツゴー。飛んで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 。あ、いる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 。まずあの馬のやつは確実にやっておいて、これで一体とりあえず倒しましたね。やつも倒しといて、やつも倒しておいて、遠くからね、しっかりあいつも、よし、倒した。あの馬、うわ、危ない。よし、弓矢作戦丸。あっちにもいるな。えい、よし、ナイス。そしてこのトゲは気をつけなきゃいけない。で、あいつは HP
高いかもしれないから、やばい、これでこうやって凍らせてか、あ、違う、よし、オッケー、あー、俺トゲ、アホか。よし、ではもう一度今と同じようにやっていきましょう。まず弓矢のやつを確実に倒して、あの、おし、えい、もうちょっと遠くか、えい、どうだ、もうちょっと上だ、えい、もうちょい、もうちょい上、むず、こんぐらいか、当たった、当たってない、こんぐらいだ、よし、もう一丁、えい、よっしゃー、弓矢が壊れそうだって出た、よし、でまた他のところから弓矢作戦でいこう。はっはっはっは、姑息と思うなら思えばいい。ただな、一発食らったら終わりなんだ、こっそら。ここは強い。よし。あの、足の速いやつも。やべ。弓矢が壊れた。やば、バカ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 。どうしよっかな。一瞬の海で行ってみっか。よし、これでよし、オッケーオッケー、この作戦は強いぞ。あいつ弓で倒せんじゃね。よし、どう、まだいる敵、あれ敵じゃないし、どこにいるんだろう。トゲ気をつけないと。トゲは宝箱ゲットー。木の矢、お、炎の矢だ、嬉しい。どこにいるんだろう。さらに炎の矢か、これは嬉しい。敵どこだろう。馬敵じゃないよね。あっちにいるのか。あ、寝てるやつがいる。よし。まだ寝てるやつがいるのか。あ、いた、よし、やったー、今回楽だったな、やられたけど楽じゃねえわ全然。よし、出てきた、ペレペレペレン。よし、行くぞ、トゲに当たらないようにな。あはははは、行くぜ行くぜ行くぜ。ルデ・コリバーの祠入っていきましょう。力の試練極意、はははは、そういう系か。ちょ、待った、アイスメーカーでもう作っとこう。ちょっとずるいね。はい、アイスメーカーでもう作った上でいくという。一発倒す、一発で倒せるんだから。よし。よし。あぶね。
お、よしよしよし、これビューってくるやつね。よし、ほら、よえよえよえ、どうしよう、弱かった。ひえ引くぐらい弱かった。どうしよっかな、アイテム。七宝ナイフは捨てられないし、これ捨てるか。やったー、よしよしよし、宝箱の中は何だろう。爆弾や、いいねー。え、まだクリアじゃないのこれ。え、なんすかこれ。クリアだと思っちゃった。甘かった俺。うわ、1500とか見える。そういうことか。これって食らわないんだっけ。やばい、間違えた間違えた。これ投げ方は忘れてしまった。右で投げる。よし、弓はもったいないからね。上か。よっ、くそ。お、いいじゃん、これいいんじゃない。届かない。もう一回。ここからでいっか。これで。ちょっとボタン間違えちゃったけど、いけてるね。はい、いけましたね。で、この下どうやっていくんだろう。ここ一発だからさ、簡単めだね。アイスメーカーでなんかすんのかな。でもアイスメーカーでもできない。あ、こっから入れるじゃん。体力ないとダメなやつか。お、入れはしたけど、こっち側じゃないのか。よしよしよし、逆側から向かうみたいだな。よし、こっち側。あ、宝箱的なやつがある。これ乗り越えられないよね。どうやって行くんだろう。どうやって行くんだろう。あ、さっきのところからさらに奥に進むのかな、もしかして。こっから、うん、あー、そういうことか。で、こっからアイスメーカーで作って、危ない。よし、倒して。アイスメーカーじゃなくてもいいみたいだ。あ、やば。これは弓矢作戦でいこう、普通に。ちょ、アイスメーカーで四角はできてるから、よし、オッケー。こっちにも道が
続いてるね。宝箱だけ取りましょう、とりあえず。小さな鍵からの、さっきの真ん中へはこっから行けるのか。あ、行けた。お、巨大なコア、これなんか使うやつだよね、多分ね。でも投げんな、投げんなって。どうしてもね、なんか他のゲームの操作の仕方になってしまう。ただ一撃っていうのはここではすごい楽に働くな。ここか。これでクリアかな。うわ、まだだ。ん？ここは？まあ、とりあえず作れそうなのがアイスメーカーで。で、敵がどっかにいんのかな？やばい。よし、こいつらはちゃんとした、さっきゲットした爆弾の弓で。危ない。処理して、よしよしよし。もったいないな、ちょっと弓もったいないから普通の弓でいいや。よし、奥にもいるか。よし、オッケー。うわー、ボス的存在がいたんですけど、こいつはこの古代兵装の弓で。マジ？あー、マジかー、やっちまってるー俺。うわ、ここまでもう一回来るの大変だー。やばい、あれさ、弾き返せるんだっけ。うーわ。あ、でもこっからか。優しい、このゲーム。弾き返すのってどうなんだっけ。こうなんかやるんだよね。こうだ、こうだ。あー、あれやるのか。オッケーオッケー。これで、こうだ。これでこう。これで弾き返すんだ。懐かしい。で、古代兵装使うのもったいないよな。よし、行こう。で、まあ、アイスメーカーで作っといて、こう2つ作っとけばね。よし、オッケー。てか、この弓矢が嫌だな。重心の弓にしよう。で、こうやってこう。俺頑張るから、いくよ。来いや、来いや、撃って来いや。あぶね、待って、完全にこっち忘れてた。うわー、楽しい。これで、パラセル使う。よし、ではですね、次でマスをクリアしますよ。もう分かってるから、敵がどう来るかなんて任せてよ、みんな。ちょっと意味不明に爆弾を置いてしまったけど、そんなことは気にしなくていい。こっから、こうなったら元気なやだ。えいっ、よし、さらにこっちもだ。えいっ、
やっと、OK。こっちも倒し。で、あいつはこう。あいつはこうだから、いいタイミングでアイスメーカーの上に乗って、よし、来いや。オッケー、全然食らない、全然食らない。オッケー、ダメだ、こいつ全然食らないやつだ、こいつ全然食らないやつ。じゃあ電気ビリビリ作戦。あ、あいつロックできるやん。オッケー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 、分かってきたよ。アイスメーカーでここにバリアを作っといて、でロックしちゃうパターンだこれ。でどうすか。はい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 。そして、え、上がれるよね、次のタイミングで。ロック、やばい、間違えた、ちょ待って、ちょ間違えたから、アイスメーカーでここまでをちゃんと、よし、道で作っといて。これバレてる、バレてない、バレてない、ゆっくりゆっくりゆっくり、バレてない、バレてない、バレてないから。全然、え、上がれないよあっちは。ってことはバレてない状態で古代の弓矢で、待った、強い弓にしよう、重心の弓、いくぜ。俺全然食らわないんすけど、あいつ。え、こんな食らわないもん。ロックして、あ、いけるじゃん。よし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 、しゃがむってどうやんだっけ。あ、しゃがんだ。あー、わかったわかった、いけるじゃんね、普通に見えなくなった。ってことはこっからロック、からのマスを急げ、マスを急げ。えいや、あい、違う、その装備じゃない。あ、やった、倒せた。はい、来ましたー。いいんだよな、これで。あ、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 クリアだ。まあ、作戦は合ってたけど、なぜか階段が見えなかったね。やったー。お、よくぞ力の試練を克服されました。あなたこそ、まごうことなき勇者ということで、克服の証ゲット、あと一つ。はい、ということで結構やられたんですけど、なんとかね、この祠もクリアすることができました。残る一つ、一箇所ね、魔物の拠点もありますんで、どこだっけ、地図上で入りは山ですね、山のてっぺんのところにありますんで、次回はね、ここでね、クリアして、このイベントをね、なんとかクリア、やっていきたいと思います。はい、ということでね、皆さんぜひ次回もまた見ていただけたらなと思います。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソーゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。